久保田米線明治39年5月19日は、明治時代の日本画家、画報記者。鈴木百年の門人。京都西木工事東道院に仕入る、元法年寺長生まれ。本名は、久保田万博、後に漢。幼名は、米吉といった。字は漢白といい、米線、米線、漁村、近隣市、紫桜庵、人海図画などとコース。 代々割烹料理店、山城屋を営む久保田女の一人息子として生まれた。幼少から絵が好きで、寺小屋へ行っても手習いはせず、絵ばかり描いていた。屋立を腰に刺し、町内の白壁や門に、勤労の獅子のさらし首の絵を描いて回り、親を困らせたようだ。家業を継がせようとする父から絵を禁じられても、死にやひそかに起きて描いたという。慶応三年六月。 日本画家の田中由美の紹介により父に内緒で史上派の鈴木百年に支持する。さらに沢渡り正し際に京市を習い、京都中の貸本屋を巡り古代の歴史風俗を独学したという。明治維新の後、明治6年、第2回京都博覧会の在落50名の記号者のうちに選ばれ、本場を描く。この頃から河野バイレートの信仰が始まり、 京都日日新聞の挿絵を描いたり、風刺雑誌、ガラクタ文庫の編集に関わる。この頃は、南画が大流行しており、米戦らの写生派は困窮し、輸出用の扇や友禅の下絵を描いて、ここをしのいだ。一方、神戸に居留するアメリカ人から技法を習い、油絵を試したのも、この頃とされる。油絵展に複数回出品したのは確認できる、ものの、 実作品は、今のところほとんど発見されていない。また、明治11年頃滋賀県の西清理事長壁画制作のため登流し、近隣に数点の作品を残している。明治11年京都画壇の交流を目指し、バイレー、餅月玉泉、小瀬小石らと京都府が学校の設立を県議した。同13年6月が学校開校と同時に出資し、 翌14年同行議事及び工業委員に選ばれる。しかし、国会に請願したり、立憲改進党に加入するなど、下段の刷新するため政治活動に熱中したのが、災いし、間もなく、職を辞す。史風を継いだ、有根な画風の風景画で知られており、明治15年第1回内国絵画共進会では、京都の画人を代表して出品人総代として、状況、売礼、 原財政らと共に審査員を務め、出品作は、同杯、エジ厚労賞を受ける。同17年、第2回内国会画共振会展では、豊臣秀吉の名古屋城の陣に取材した、おぼろ月夜を出品し、最高賞の議員賞を受賞して、世に知られるようになる。以後、内国官僚博覧会でも受賞を重ねている。主に、歴史が、風俗が、 漫画、小説の差し絵を描いている。明治22年死碑でフランスに渡り、パリ万国博覧会に水中遊魚で金賞を受賞、岐阜東洋美術館に年中行事絵巻を寄贈して、ローヤルアカデミー賞を贈与される。途中に林忠正と交流し、渡辺商店に次いで早い時期にフランス留学も果たした。一方で、京都日報に、 旅行記をスケッチと共に寄港し、基都に立ち寄った中国、ベトナムとサイゴンの風物を米戦万有画像としてまとめて観光している。同年暮れには、バイレと共に京都美術協会の結成にも尽力した。大日本帝国一万都市、青函襲撃和軍大将の図、水野と仕方が、画面右に米戦と、息子、米祭、金銭が書き込まれている。 翌24年には、徳富祖宝の誘いにより、上京して国民新聞社に入社。同社で挿絵を描く傍ら、芝桜田町に芝賀塾という塾を開き行進を育てる。明治26年、慈悲で渡米し、シカゴ万博に和紙図を出品し受賞。さらに、報道記者として同博覧会の様子を描き、木版画図譜 閣流世界博覧会美術品画布として出版された。翌明治27年、日清戦争中には従軍画家として日清戦闘画法を描いて名を挙げた。これらの幅広い活動によって画家だけでなく各界の人々との交流を広げており、特に森外らネギシ派の文人たちとは親しかった。外が演劇脚本、日蓮聖人辻説法を執筆する際、 時代交渉に関して米戦が相談に預かったという。さらに、明治天皇からの信頼も厚く、広島大本営に召されて、午前記号もしている。反面、明治20年代末頃から絵画一筋に研鑽を、重ね実力をつけてきた東京画壇の若手や竹内、西邦らの作品を目の当たりにし、手を広げすぎ三万になった自らの画風を、内省し始める。 そんな折の明治30年、岡倉天心や能富海二郎に外白な見識を評価、懇願され、石川県立工芸学校の図案会画家の教授として赴任する。彼の地で、新規一転、落ち着いて、制作に励もうとした矢先に眼病を患い、明治33年完全に失明する。画家にとって、失明は、致命的であり、米戦自身、百次急セリと感じている。 明治三十四年六月には、日並型という木版画集を、秋山武史絵門から刊行している。以降は主に俳句や教科、土ドドイツ、評論活動で心を慰め、明治三十五年その見聞録を、米戦画団としてまとめた。東京芝の自邸で遺願のため死去、去年十五。自生の句は、ホトトギスその赤月の皿僧樹、天地石幕、ゼクゼシン、ウヤムヤ。 明日一輪稲妻の雫、土器の別れかな、また、臨終前日に、人並みの世間相場の五十年どうやら五年利子も、積もりぬと読んだ。青山霊園で取り行われた葬儀には500名余りが、三列したという。戒名は、紫桜県、智弘広米仙古寺。墓所は、京都市河原町二条にあった、泉州寺京都別院の達中流言寺。 同時は1947年離災し、右京区鳴滝温度山城に移転、流源寺は右京区渦磯中山町へ移転する。米仙の墓は昭和40年温度山城の流源寺墓地に移されたが、米仙の墓石はなく、久保岳の墓として祀られているとも、墓を確認できないとも言われる。また遺言により、佐賀野の,の義王寺にも分骨され、供養塔が立ち、傍らに、 自由の米戦と同じ行事に葬るよう望んだ、金子静江の墓がある。長男の久保田米衣祭も日本画家で、舞台芸術家。次男の吉太郎は、金銭と交しており、19歳の時に、父と共に上京、国民新聞社に入社、従軍記者になって、日清、日露戦争に参加した。弟子に、丸山古行、一軒連城、田中一家、福田美船、 ナトリシュンセン、小林梅戦、ヘンリー・パイク V など、ウィキメディア・コモンズには、クボタ・ベインに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。